テンション上げるマンライカです。さあ本日全属性の日となってますスーパースター2までランクマをやりたいと思います。さあ試合の前に本日のファッションチェックタイムです。本日はいつもね私が使っているドイツの2022年代表ユニフォームです。ホームアウェイゴールキーパーともに2022年度のねユニフォームです。いやーこれね見た当時めちゃくちゃかっこよくてね、特にこのホームの方はオーセンティックユニフォームっていう選手が着てるのと同じモデルの2万円ぐらいするユニフォームを買いました当時ね。でこのユニフォームを見て思い出すのはワールドカップなんですよ。だからねワールドカップもう苦い思い出しかないんでちょっと苦くなるユニフォームですね。かっこいいんだけど見てると苦い思い出が蘇ってくるようなユニフォームです。もうね先日から負ける気がしないんですけど、ゼダンってことはこれ欧州デッキなんです。欧州デッキはなかなかやばいってことはね、これ伊賀はハヤトの方面から抜いていこうか。はい、まずコブ 8% をつけまして、そこ行って、俺が相手だ。これもうマーガス行きたいんだけど、でもドリブルだよな。行くぞ。いやーマーガスでよかったわ。じゃあもうなんそれ、なんだよそれ、自動なんですね。いやこれいけるんちゃう普通に。いけたわ。しかも生クリコブ、生クリコブやるねマーガス。さあデバフはマイナスまで自動かかってます。いけます、いけます。相手も生クリ、いける、いける。さあさあ切り抜けてみせるぞ、いくぞ。めちゃくちゃ落ち着いてくれ、めっちゃ落ち着いて。ブライアン、いくぞ、いける。ブライアンシュナイダー、いくぜ。おいふざけんなお前、お前それは許さねえぞマジで。俺が止める。あーサポート来なかったの見てた今。これワンツー抜けられるパターンきた。もうちょっと今のなんやろ。いくぜ、ふっ、こい、全力つけろ、遠慮なく行くぞ。いやもう最悪、さっきのあれがなければ。カルツナイス、カルツナイス、勝負だ。カルツナイスで、いやこいつ打ってくるな。ちょっとお前打ちたいだろ、お前打ってくるな、打ってくるって言え。ブロック、いくぞ。よし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 、読み勝った。ダブルアシストフルメタルファントム、いくぜ。ナイス、強い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 、よっしゃ。何がよっしゃなんだ、こっちのセリフだわ。落ち着いてください。パスでよくて、そう、勝負だ。ここを通れると思うなよ。いやこれ完璧ですね。シュナイダーをこのねペナ内までね踏み込んどいた、戻しておいた、ね、今取るなよ、取ったら怒るからねマジで。高い、勝負だ。打つか、でもコブ2つついてんだよね、打つしかねえわ。ファイヤー、いやこれ決まるんちゃうか。でもよし来い、さすがに、うん、完璧だ。しないだ、何、ファオー、ナイス、行くぞ、名誉にかけて。いやあのカルツのブロックで読み勝ったとこでかかったね。あれなかったら確実ビハインドで終わってたと思うんで、よし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 、いい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 、負けない、遠慮なく行くぞ。もうやおや、またワンツーで抜けてこれっていうのか。これマークでやっぱ翼につけるべきか。くそ、これ即刻ぶち込むんでしょ。いくぞ、いくぜ、くそ、ダブルアシストフルメタルファントム、よし来い。どう思います、 30% はある。はい最高。よっしゃ、ふっ、
30% はあるため、はい、封印ですよ。知らなかったね、それそれ知らなかったね。ドリブル2つ封印、知らな、ちょっと最悪最悪だ。シェスシェスシェスやれ。タイガーブラン、まさかタイガーブラン、いやタイガーブラン絶対止まる。エリック来てみろタイガー、いやタイガーブランは絶対止まるけど、なんか変にシュートとか、ちょっとかわいそう、ドリブルすらねえじゃん、かわいそうに。行くぜ。さあこれ取ってから誰かいたか、渡せる人が。ミカエルね、よし勝負だ。ミカエルにし、ドリってタイガーボランありますね。ドリブルです、やらせない。さあよし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 、行くぜ。ナポー、勝負だ。よし来い。さすがにディフェンスしないんだ。はい、うまい。行くぞ行くぞ、うまし。どうしよっかね、やっぱシュナイダーじゃなくて、今日はシュナイダーにしよう。今日はシュナイダーにしよう。高いの高いのください。よし高いの、よーし、コブ2つフライング返さばれ、いけいけ、かっこいいよ、ウェイユニ。よし来い。さあ、コブ2つですよ、カルツとシスターのコブ2つ。いや、絶対決まった、全力でも。よっしゃ、なにかっこいい。よし、おいおい、どうしたんだ、大空翼とかいんのに勝てないのか、私にな、おいな、おい、なんとか言ってみろ。いい度胸だ、遠慮なく行くぞ。これね、ちょっと待って、マークディフェンスをつけた方が良かったんですけど、もうゼロパーだわ。ちょっと急いでマーク間に合い、よしよしよし、はい、カルツつけた。サッカーは自由だ。タックル、パスか、パスか、大丈夫、絶対止まる、これは絶対止まる。よし、わしが必ず守る。はい、切られた。よし、はい、切られた。はい、煽るだけ煽って最後切るんだね。やばかったな、明らかなプレイヤースキルの差が出ちゃったよね。向こうの方がキャラ揃ってたけど、プレイヤースキルの差が出ちゃったよね。うざすぎる。さあ、中国岬ってことは日本派か。もうね、日本派は限界を迎えてるってね。あー、やばいやばいやばい、そのシェスターやばい。そのシェスターだけはどうかやめてください。誰でも止まんないんだけど、でもデバフかけたらどうなんかな、いけたりしないですかね。よ、見てみるか、行くぞ。よし来い。さあ、大人シェスターと子供シェスターです。こんな感じですね、デバフの具合が。まあ読み勝ったんで関係なく、それ勝負だ。よし来い、行くぜ。行っちゃうんですね、行っちゃうんですね、直接。ここを切り抜ける、負けてたまるか。さあ、そして見てください、私のマークですね、ちょっとね、あのドリブル外してね、パスをつけたのね、ここで2択があるのね。ただ打つのね、これ絶対相手パスカットだと思う。ほらほらな、触ったー。よし、おさわりか、あいつ騎士だ。くそ、触られてクリティカルは無理。おさわりタイプだった。ダメだね。いや、今カルツマークつけるんで、よし、俺が止める、わしが相手だ、遠慮なく行くぞ。
よし、これで。いやー、でも取ってからきついよね。俺に任せろ。いけ、よし、もういい、ファールでもいい、止めた。ファールでいいんだ。ゴーって、くそ、ゴー。あー、それカルツ越されたらしんどい。俺が止める。しんどいし、これね、シュナイダーはやめとこう、ブロックだ。行くぜ。大丈夫、全力じゃないから大丈夫。全力じゃなければ大丈夫とデータが取れてるはず。何？行くぞ、ジノ。よし来い。行くぞ、ジノ。さあ行くぞ、みんな。ジノ。勝ってるのに。願ってた今。この俺が失点にということはありえない。びっくりだった、なんなら。行くぞシュナイダー。さあ行くぞシュナイダーして、行くぞシュナイダーにして、どうする。いや、もうこれパスでいいんちゃう、ここ。絶対に負けられない。ここだ。いいよ。くそ、翼腰、青い腰、そう、いいよ。じゃあ岸田にしとこうか。行くぞ。よし来い。これゲルマンコンビネーションですね、間違いなく。読み勝っても多分止まない、これ。読み勝ったとしてもよ。よし、よし、せで、これ視聴者から教えてもらった、近づいて、ニュージクリですね。あのね、ペナルティーレシューターが 80% だから、一応近づいて打った方がいいっていうね、やつなんですよ。はい、ゼロ距離まで詰めて、ニュージクリ完璧です。よし来い。 100% だね、間違いなく 100%、 100%、 100%、 うん。どんな強烈なシュートでも、ポストだけやめろよ、ポストだけ。よし、はい、即刻ね、即刻もっかいね、1対1に戻して同点に追いついてって、ジロー。何？勝ってたやん、今。よし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 。ってことは、これシュナイダーでいいんちゃう？任せた、シュナイダー、走れ。よし、行くぞ。あの葵がどんなもんかなんですけど、いやー、ちょっと抜くにはきつそうだね。ストンピングだ、こういう時ストンピングで、ね、よーし。俺の道を遮る者は容赦しない。で、岸田にマッチしても大丈夫ってことさっき分かってるんで、よし、岸田にマッチし、勝負だ。よし来い。うん、ワンツーでいいかな。よし、よーし。さあもう一発入れて同点にしてくよ、同点にしてくよ。よし、けっ、それ感動収束陣ファイヤー。よし来い。多分全力まだ溜まってないと思うんだけど、絶対に溜まってる。キャッチマスターとか変なの出さねえ。あー、出すなよ、キャッチマスターやめろよ。どんな強烈なシュートでも、この腕楽だけでも止める。よし、よし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 。よし、それよくて、よし、まあいい、全力溜まってるから次で、ね、なんとかなんとかするぞ、次で、ね、よし来い、わしが相手だ。行くぞ。ゼダンはシュートか、シュート打ってきたらまずいかもしれない。みんな、いいわよ。受けてみろ。えっ、け、それ、パスだ。ナイス。勝負だ、行くぞ。今の動き神すぎんで、ドリブルです、ここ。あーあー。なんでタックルできんだよ、そこで。信じられん。
さすがにドリブルかな。ナイストラム。まだある。じゃあまだまだある。まだある。俺がいたのがお前の不運だ。まだあるよ。切り抜けてみせるぞ。俺が相手だ。は？まだあるんだが。絶対に負けられない。まだあるんだが。行くぞ。まだあるんだが。届くか。だあもう。くっそ。最後の読み合いだな。ただこのデッキ相手でもねやり合えるというね、それが確認できましたね。最後のシェスターのねドリパスもパスしときゃよかったじゃん。いやマジで互角。ちょっと支配率は負けてるけど、シュート3本ずつってマジで互角なのね。いやージノもよく頑張った。さあ森崎来ました。イタリアスパスタ1、森崎はもうシュナイダーでぶち抜くしかないっていうのがねデータ的に取れてるんですけど、うん、あこれはね翼だけに気をつければいいデッキね。それ OK。 もらった。おーっておお見すぎには捉えるかやっぱ。ナイスマーガス。なぜここに。勝負だ。負けてたまるか。さあシャークと読み合いに持ち込んで、こういう時ねもうダイレクトシュナイディに行きたいんだけど、ドリブルなのね。そういいね。やった。絶対にセンタリングミスるな。あ勝負だ。意地でんのここは。ミスるなって今自分で自分で言ったんに。いや奇跡でにじくり出るかもしれないから一応出しておくわ。それ行くぜ。出ない。行くぜ。うわっ、あっしゃ。ここでワンチャン。あーもう相手も全力かよ。ワンチャン全力つければ取れるかと思ったが、チェースきついか。キンクルはきつい。早いパス回しで勝負だ。あーもうねー、翼しかいないわけ、まともに戦えるやつがね。何回これ見せられんのね。あしかしカルツでいった。勝負だ。いいですよ、カルツでいった。タックルパスカットです。ナイス。いけ。そうドリブルなら枯れるんだよ。それ何。熟成も有利だし。そうこう。切り抜けてみせるぞ。行くぞ。行くぞ。さすがに止まらない。よしキンクリだ。セオリーも伝統もかなり。シーターも出た。ただこの試合に勝つ。なぜここでスタンプ。行け。行くぜ。それ。どうですか。超新速人ファイヤー。どうですか。コブ2つ。よし来い。さあ森崎の OMF キラーも回避し、ただガードがめっちゃ相手ついてる。どう。いや勝ってるね、優勢いけね。よし。いけ。よし。よー。ただね、キンクリとコブでやっと優勢というところか。行くぞ。名誉にかけて必ず勝つ。いいね。それ気持ちいい。はっ。いい度胸だ。来い。負けない。ここは自分で行く。もう時間切れなんで。大丈夫です。よし。やっぱこのねもうなりふり構わず力で吹っ飛ばすっていうのはシュナイダーにしかできないんですよね。それはねやはりマーガスにはないところなんですよ。あとは俺に任せろ。この選手交代かっこよすぎん。パスだ。いいね、これで行くぜ。
お前が噂の翼大空か。これでね、今シュナにちょびっとホットラがもうついたんでついて準備万端なんで、どこ行こうかな。よし自動です。よし、ナイスだ。ナイスすぎる、それ。それナイスすぎて。勝負だ。やる。さてどうする。さてどうする。いやこれもうシュナイダーでよくないですか。行くぞ。はい、オッケー。ただあとは届けば、ロンパスが届けば。岸田越せる？マッチ。行くぞ。よし来い。ただもう打てばいい。さあこれ待ってよ、ちゃんのホットラがねちょぴっとついてんだよね。優勢ですよね。穴まくりもついに出しちゃうと。もうあーさあ岸田おさわりだ。よし来い。くっそ忘れてた、また忘れてたわ。よし。やこれはさすがに。いやじゃあもう岸田マッチしちゃダメだ、そもそも。そもそもが。いいだろう。相手になるぜ。行くぞ。え、多分枯れる。ナイス。勝負だ。行くぞ。意地を見せよう。読み勝つ。よし。行くぞ。よし行くぞ。よし来い、ね、おそらく岸田はまた抜けるんで、あーんどうしたらいい。マッテオに出し、マッテオホットラシュナイダーモルチあるね。よし、そっか、それ、ナイス、行くぞ。行くぞ。行くぜ。さあ今度は誰にも触られず、これはマッテオのホットラオンリーかな。 5%。 よし来い。ここで特選されてたまるか。これ求めるか、キンキン。よし、やっ、こっち全力ついてないんだもんな、また石崎。いや攻め方はかなり、チェス惜しい。行くぜ。すげえ惜しい。行くぜ。勝負してる。わしが相手だ。ここは自分で行く。さあ行くぞ、みんな。カルツ止めろ、カルツ。 100% で、よし、それ、勝負だ。逃がすわけにはいかないんだ。行くぞ。打てない。あとスタミナが30何ぐらい足りなかった。まあ勝ったとね、よかったんじゃないでしょうか、動き的にはね。ありがとう、勝った者が強いんだ。さあシュナイダー、チャイニーズシュナイダー、混ぜ混ぜですね。ただピエールとシュナイダーと翼は終わってる。ここ終わってんのね、ここ。こっち側終わっとる。狙うならもうこの左サイドえぐっていくしかないな。あーもう。マークディフェンス間に合わん。そう、そっち。うわー、勝負だ。低い、よしよしよし。打ってきな。打ってきな。トラップ地上ランニング、それ、あ、高いの出ないね。行くぜ。くそ、全力がつけばな、ここで勝ってんだけどね。普通に勝ってんだけど、この俺が失点2ということはありえない。あれじゃん、キャンペーンじゃん。
行くぞ。負けるか。さあここ読み合いにしてどうしますか。ワンツーにしますか。よし勝った。読み勝って。行くぜ。チッ。もう打つしかないよね。ハイキングリだよね。セオリーも伝統も叶うってことはこれ 95% 取れるんで、ただこの試合に勝つ。そっ、いけー、それ感動収束陣ファイヤー。結局ね、シュナイダーの技構成迷うと言いつつ、もうこれで落ち着いてるね。今んとこパスは出せないけど、ワンツーで抜けるっていうのでね、落ち着いてますね。 95% です。はい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 、よし。こういう試合なんだよ。この1点取られても即取り返せるチャンスがあるっていうね、こういう試合が理想。これぐらいのバランス理想だよね。正直前は取られたらね、もう諦めるしかないという側面もあった。自動ですよ。あ、自動はね、お願い自動は遠慮なく行くぞ。タイガー取らない。くそ。捕まえた。勝負だ。いや普通にひねりなくパスでしょう。どれか。ざけんなお前マジで。もうやめろよそれ。勝ってたじゃん今。行くぞ。ずっと低いの来い。ずっと打ったもん。さすがに。さすがに。いやでもねこれね、よし来い。さっきより低浮きだから威力も落ち、さらに優勢なはずなんですけど。64でいけ。いけ一度。よーしよしよしよし。ナイス。いや相手ね、全力ボタン押すべきだったね。全力ボタン押せば優勢だったと思うよ。切り抜けてみせるぞ。よし来い。いやビクトリーノはディフェンスできないね、さすがに。よし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 。よし。これね、待ってを行くよ。ホットライン係で待ってを行くよ。ファールチップパス、行くぞ。集中しろ、集中。それ、行くぞ。できたら高いの欲しいな。行くぞ。よし、来い。なあ、打つか。さあ行くぞ、みんな。ファイヤー。あれ？なんでクリアなの？よし、来い。え、コンピューターじゃないよね。あ、諦めてくれたけ？そんなバカな。しまった。ブロックしても無駄だと思ったんか。押し間違えたんか。よっしゃ。あ、切ってくれた。やったー。なんかわかんないけど勝てた。勝った方が強いんだ。いいんじゃないでしょうか。スーパースター2に来れました。さあリバウールスパスター2です。お互いスパスター2です。ちょっとね物足りないんで、もう 1,2 試合やろうかなっていうのでね。リバウールか。リバーだとね、デッキは読めないよね。2本。はい。これ取れたらでかいよ。取れたらね、一発打てるんですけど。よっしゃなぁ。ちょっと最悪だ。あーい、金クリまで出してこれか。もうやばい。不良じゃん。不良ゲルマンになってるよ。じっくり試合を作っていこうぜ。わしが行く。行くぞ。よし来い。よし来い。今ねめっちゃぼーっとしてたんですけど、シュート打つか。通り魔シュート。ただ石崎いるから石崎ブロックが入った場合はね、普通に取られるんだよね。おいなんでだよね。もうこの葵の 20% どうにかしろよ。ガチで負けない。負けない。勝負だ。さっきからそればっかじゃん。葵の 20% に負けてさ。あん？
あんおめえ待ってよ、なめんなよ、あんおめえ行くぜ、パスタ行くぞ、行くぞ、よしかい。もう虹はないだろ、虹は虹はない、よし、わかった、つばさくん。結局さ、つばさんにずっとやられてんじゃんね。ねえ、よし、カルツでいった、カルツでいったら大丈夫。ちょっとドリドリドリはやめてね。よし、なんなんだよおめえ、どんだけボール持っちゃう気がするんだよ。おい、いやでも奪えるかも、カルツ、カルツ、にじくりで奪ってくれ、にじくりで奪え、にじくり、にじくり。サッカーを楽しむ、勝負を楽しむ、マエさん、やめー、よし、おもんねえわ、マジでおもんねえわ。負けない、ここは自分で行く。なに、行くぞ、もういやだ、もう面白くない。ダブルアシストフルメタルファントム、なんでこんな目に遭わない、全力切れたしよ、よし来い、クソやん、なに、行くぜ、パスタ、ナイス、落ち、はっ、ナイス、行くぞ、どうする、いやこれトラップかな、トラップ地上でいくか、うん、安定でいこう、トラップ地上で落ち着いて、いいよ、セオリーも伝統も、いやまず1点これで取り返せて、ただこの試合に勝つ、調子いいよこれで、いい、行け、それ反動収束陣、しかも今まさかのケビンか、ケビンからのパスだったよね、ケビンかエリックが、ダメ、やれ、ダメ、ざっけんな、よし、何回 20% 引いてんだよ、はぁ、こんなんで負けたくねえし、お前いい加減にしろよマジで、来い、負けない、来い、さあ、くそ、クソすぎる、マジでクソすぎる、ありがとう、ありがとうじゃねえよ。リバウール。なんかこの人、私さっき負けたような気するんだけどな、同じ人かな、違う人か、同じ人か、いや同じ人かも、じゃあもう一回勝とうぜ、もう一回勝たせてもらうわ、さっき負けたから、よし、リベンジして終わろう、俺が止める、相手は僕がさせてもらうよ、俺は負けない、勝負だ、任せろ、フッソ、うわっ、いくぜ、よし来い、さあ行くぞ、みんな、よし来い、わかったろ、わあ、このカットイン久々見た、100% 不可能ということだな、行くぜ、さあタイガーブラン、うまっ、勝負だ、負けてたまるか、かかってこい、これね、ドリドリですね、ドリドリですね、カルツはパスカットだと思いますね、行くぜ、よし、よし、行った、よし、ダッシュ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 、ほい、いいよ、それ感動収束陣ファイヤー、立ってるね、どんな強烈なシュートでもこの腕が砕けても止める、くそ、よし、なんでだ、それ、それよ、
チェイ。それ。あ、うまい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 。うまい。行くぞ。負けてたまるか。ある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 。今オフかと思ったわ。いやーこれパスでもいいんだけどね。ドリブル。ナイス待ってよ。やった。行くぞ。どうする、トラップハンドシューするか。トラップハンドシューがいいね、威力的に。近づいて、よし打った。正真正銘今度こそ。ハンド収束陣ファイヤー。ただね、さっき出会ったシュナイダーのね、ランニングファイヤーやばかったよな。ペナ外から打ってもやばかったよな、あのランニングファイヤー。迷ってる。神業、よし決めた。行くぞ、名誉にかけて必ず勝つ。けっ行くぜ。お前が噂の翼大空か。ああ勝負だ。行くぞ。行くぞ。よし、2連読み勝ちで。いいよ。うわ。勝負だ。負けるもんか。君は封印無効か。よし、3連読み勝ちで。行け。よし勝負だ。負けてたまるか。さあ4回読み勝って。そろそろシュート打ちたい。あーカルスがね。勝負だ。わしが相手だ。ここは最後読み勝とう。最後ワンツーどうですか。俺たちならできるはずだ。いや全力つけられたね。読み勝ってるんだけど。いくぜ。全部読み勝ってんのに。単に能力で負けた。くさ。そい。取ったよ。自動ですよ。待ってを忘れるな。それ。うま。いくぜ。どうする。打つか。ここは全力ファイヤーで。みんな。コブがちゃんと乗ってるね。コブホットがついてるんで。全力ファイヤー打って。よし来い。どうしたよこの人にさ。さっき私負けてんのに。勝った。よし。切られた。いやいいんじゃないでしょうか。リベンジできたと思います。多分ね当たったんだよさっきこの人にね。ちょっと後で V 見ますけど、この人に当たって負けたんだよねさっき。はい、ということで今現在のデッキこんな感じになりました。今日ランクマやってみた感じでは欧州デッキが多かったですね。特に力欧州はバフが盛りやすいのと強シューターがいるっていうね、シュナイダーとかナポがいるっていうので力欧州中心のデッキが多かったと思います。頭一つ抜けてる感じがあるよね、シューターのパワーが。あとは今までね欧州デッキ使ってなかったくせに強くなった途端使い始めやがってっていうね意見もあると思う。ただね私はそうは思わなくて、キャラクターを使うことって好きになるきっかけになりやすいんですよね。こうデッキで使ってるうちにキャラが好きになりましたって多いと思うのよ。なのでね、じゃんじゃん欧州デッキ流行ってほしいし、みんな使ってほしいなって思います。私事なんですが iPhone を15に変えまして、今日の動画からね左側に操作パネル的なのがね映ってると思います。これね仕様で入っちゃうみたいですね。ただ電波の方が 5G がね届くようになったので、もしかしたらねもうちょっと配信がしやすくなるかなと思っています。ご視聴いただきありがとうございました。ダンケシェーン。